ホンダジェットの異業どうして日本人がもっと知ってないのか最初本当に売れるんだろうかっていうそういうのもあったんですけどビジネスジェットを順番待って買うなんてことはもう見たことなかった藤野は大きい会社に行かない方がいい小さい会社で全体を泣かしてもらえるような会社に行った方がいい最初の10年間は本当の研究で 本当に欲しいっていうような飛行機はできなかったんですね。自分たちがやりたいことを会社に認めてもらうっていう考え方変えなきゃいけない。<laughs> 皆さん、こんにちは。米倉誠一郎の部屋、パワー t h ーザ e ピープル。今日はですよ、皆さん。ホンダジェットの開発者、藤野道正さん。はい。をお呼びしました。驚かないでくださいよ。僕はね、本当に不満なのは、 このホンダジェットの異業、どうして日本人がもっと知ってないのか、ここにありますように、これ、今、えーまあ、ホンダ、アメリカで開発されたんですよね、はい、基本的にはで。もう250機以上を、えー、販売してるとで。これ、見て分かります、皆さん。翼の上にエンジンがついてますよね。はいはい、そうですね。これ、本当のイノベーションでですね、 もうあ有となる賞うなめですよね、グッゲンハイムメダル、これは今年ですよね、リーダーワード、これ、僕も猫に小判なんでよくわかんないんですが、グッゲンハイムメダルっていうのは、航空業界では大変な賞だそうですね、一応、エアロスペースではノータブルアチーブメントを、ノータブルですね、値するですね、それで。 エアロスペースの中では、まあ、例えば、あの、オービル・ライトとか、あの、ウィリアム・ボーイングとか、シコルスキー。あの、ボーイングさんも撮ってる、シコルスキーも撮ってる。そうですね。でも、一番初めに撮った人はオービル・ライトです。あ、ライト兄弟です。皆さん分かりますライト兄弟と同じなんですよ、飛行機の発明の。いや、これ、すごいことですよね。ありがとうございます。本当に、もっともっとね、 まあ日経にはちょこっと出てましたけど、はい、もう全面に出してですね、うんえー、国民対象を上げてもいいぐらいだと僕は思ってるんですが, <laughs> あがすさあそのどれぐらい画期的かっていうお話をちょっとしていきたいと思うんですが、はい、これがもう量産化されて、はい、僕はなんかあの新聞で読んだ時にあの中では、はい、パンケーキが売れていくように出ていたとそうですね、はい、あのやっぱり。最初 あの売る時にはまあ本当に売れるんだろうかっていうそういうのもあったんですけどショーであの販売開始した時にはもうえ買いたいっていう人が列なしてですからあの友人がそのパンケーキ売ってるのかっていうその冗談を言うような感じで,で飛行機をまあビジネスシェットをまあ 列をなして、順番待って買うなんてことはもう見たことなかったということで,です,、ね、すごい反響ビジネスジェットですからね。その中の買い手にはですね、<laughs> すごい人いますね。<laughs> は,いはい。このトム・クルーズ。ええー。トム・クルーズさん来て、買うときに、自分なりのこう、ペインティングをお願いしたら、ねはい、そうね。あの、トム・クルーズ買いたいって、あの、電話来て。電話来て、えー。で、ぜひ買いたいって。 パイロットでも飛行機のもうすごいマニアですから。そうですよ、あのね、トップガン。そうね、自分で問われると。それで、のその時の条件が、トム・クルーズさんだけのペイントをまあデザインしてくれと。で、どういうペイントがいいんですかって言ったら、バッドアースのやつだって言われて。で、バッドアースっていうのはまあ、日本語で言うとやばいようなですそういうペイントで。してくれと。 この彼のためにペイントをしたのがこれでですね。<laughs> これなんですか。はい。ちょっとこういうやばい感じで, <laughs> で、ね。<laughs> 喜んだでしょうね。でそれのお礼に、うん、マベリックの、はいえー、撮影シーンに呼ばれたとかいうのがこの左側の写真ですか。そうですね。あのここあのちょうどト突貫マベリック、うん、あのネバダ州のファロン海軍基地であの撮影してて、うん、その撮影のまあロケとかあるいはその彼が いろんなこうフライトパターンをそのみんなに指示してこういうシーンを撮りたいとかまあそういうのを全部見せてくれてで最後「トップガン」のトレーラーあのマブリックのトレーラーの編集の時も一緒に来てくれって言ってそのどうやってこういう絵が作るっていうのをまあ一緒に見てくれっていうような感じでちょうどあの彼はホンダジェットをどうやって作ったのかっていうのすごい興味があったみたいでまあそういうのを説明したら。 彼は映画はこうやって作るんだっていうふうに話してくなんほど。ちょっと待ていいですけど、トム・クルーズは、あれ誰かに指示されてやったんじゃなくて、自分でその飛行パターンなんかも。そうです。はい。あの、指示してるんだかはい。ですからもう、ロケーションの前に、どういうシーンでどういうふうにターンするかとか、フライトパスとか、そういうのは全部彼が考えてる。彼です。はい。え。じゃあ彼自身も運転。 ね、そうですね「あのトップガンのあの」の飛行機自体は飛べないんですけどうん、うん、彼はもう例えば L39 とかホンダジェットとか、うん、自分で、まあ、P51 とか自分で飛べるんで,であの飛行機がすごい好きですねなる、うん、ほどねそれぐらい、はい、まあ人気がある、はい、さらに僕ねあの音楽好きなんで、はい、ケニー・ジーさんですケニー・ジさんは、えー、これケニー・ジーさんも飛行機好きなの、はい 彼もすごい飛行機好きで自分でも海のアンフィビアスって理解共通の飛行機飛んでてそれで飛行機すごく好きでホンダジェットも興味があって彼が来る前も例えばホンダジェットのシミュレーターを飛んだりすごいホンダジェットのこと好きでそれでいろいろ話すようになったんですけど。ここ再編してるな 息子さんのサックス。あ、そうですね。あの彼オフィスに来た時に、あのうちの子供がちょうどサックスやってたんで、あのサインしてくれますかって言ったら、持ってくればサインするってあの持って行ったんです喜んだでしょうね息子さん。さらにですね皆さん、これ誰だと思います？ハリソンフォードがこれあれですよね。あのレジェンド、あのレヴングレジェンドオブアビエーション。はい。まさにあの アビエーションですから飛行機業界の伝統入りそうですね航空業界でいろんなコントリビューションインダストリーにコントリビューションした例えば最近だったらイーロン・マスクとかジェフ・ベゾスなんかもエアロスペース飛ばしてやってますからね彼らも入ったんですか彼らも入ったんですねあそこにでしかもハリソン・フォードが彼も飛行機好きなの いや、彼ももう飛行機大好きで自分で飛んでて。うん、飛んでて。で、あの、このイベントでまあ表彰された時に、うん、彼の方から話しかけて、ホンダジェットすごいよねって言って、<ー>結構ホンダジェットの中身も知ってて、うん、それでまあ話結構弾んで、うん、それで、買いませんかって言ったらなんかちょうど、 一年か二年前に、あの、ゴルフコースに不時着、エンジン止まって不時着して、そこでちょっと骨折したから今は飛べないんだっていう話をされてました。<laughs> はい、さて、その時の、電動入りした時のメダルをかけてる、この人はジョン・トラボルタですあ、ジョン・トラボルタですね。はい、サタデーナイトフィーバーですよね。<laughs> 興奮しちゃいますね、僕、フィーバーだから。<laughs> はで、<laughs> これで入りました。はい。で、僕もですね、はい 口だけじゃいかんと思って乗りに行ったんですよ。これ見ててくだささいい、うん、何に驚たたたかかっっ言ら静ででしたそうですね、うん、あのやっぱりホンダジェット乗って、うん、みんな驚くのはわあ静かだなっていうのと、うん、あと乗った時にこうビシッとこうあの揺れない、うん、すごい安定感。 いわゆるスポーツカー高級なスポーツカーのような感じで多くの人がその辺に住んでだからこう座っててね藤野さんと話してるうちにあれ飛んでるかなっていう感じでした小型ジェットっていうのは比較的うるさいんで会話する時もかなり大きな声でも先生となった時は私も声小さいですけどねいやこれがどこでしたっけノースキャロライナ行ったんですよ私わざわざ。 やっぱりね、僕は本田宗一郎さんがやっぱりホンダ作ってはい、はい、やっぱり日本すごいなと思ったんですよね日本、はい、からやっぱり入ってホンダっていうものが概念を変えましたよね私はい、はい、っていうものでホンダジェットまあ日本ってあんまりあのプライベートジェットの文化がないからあれですけどアメリカだったらもう。 大人気ですもんなそうですねこれを見なきゃいけないと思って行きました、はいはい、素晴らしいこの接客っていうんですかああそうですよね、えー、なんかあ買いに来るわけじゃないですから何億円もするものを買いに来るんで素晴らしいセッティングの中にあの招待して、うん、これあの注文センサーになるんですかそうですすそうね基本的に注文でやっぱりそのオーダーしてから受け取ってカスターサービスになっても、うん、その全体のエクスペリエンス ホールエクスペリエンスがすごく大切で、うん、まあお客さんはその買うまでにまあ飛行機設計した人の会話とかあるいはそのインテリアのこうカスタマイズとか、うん、そういうプロセスを楽しむ、うんうん、しスティッチを入れてくるとか <laughs> そうですね、はいはい、でやっぱり私の場合にはやっぱり自分で設計もしてたんでそういうプロセスっていうのを、うん 大切だなってお客さんはそういうのを大切だなと思ってるんでるあのできる範囲内で,ですからほとんどのお客さんの顔を知っててちゃんとお話しさせていただいてるっていうのはあります<ー>、はい、なるほどね、はい、まあ今カストマーエクスペリエンス CX ってよく言われてますけども、はいはい、まさにこういうラグジュアリーある意味ではビジネスは本当に大事なんです、ね。それはもうすごい大切です、うん、まあ彼らはそのエクスペリエンスを買ってるっていうところもあると思いますね、うんうんうん ということでですね、僕はやっぱりこのホンダジェットを乗ったときに本当に感動したんですが、これまあそうは言ってもですね、なかなかそんな簡単にできた話ではないんですよね。そうですね。で、ホンダがいつその飛行機に参入しようっていうふうに決めたんですか。えっと、1986年にうん、うん、あのまあ航空機の研究をやろうということで。 本当の研究だっそれで、まあ、もちろんホンダジェットとか事業化とかそういう話ではなくても研究として始めるということでそういう,こう航空機の研究の基礎技術が例えば車4輪とか2輪にも応用できるんじゃないかとです、ね。はいはい、でもともとは私はもうホンダに入る時にはもう車をやりたいということで。うん 1984年に入社しました。これですよね。でも最初は車の研究をやってたんです。はちょっと僕ねこれすごく大事なエピソードでこれからまあ皆さんお子さんにも話した方がいいと思うんです。大学の先生があんまりでっかいところに行くなと。あ、そうです。はい。それどういうことなんです？え、あのその時の指導教官の方がまあ就職のまあ相談というか話した時にあの富士ノ それで「どうしてですか?」って聞いたんですねそしたら大きい会社に行ったらお前の能力の20%しか使わないで一生を得ることになるとだからできるだけ小さい会社でいろんなことができるというか全体を任せてもらえるような会社に行った方がいいっていうで彼はあの若い時にボーイングとかアメリカでも働かれてたんでちょうど今。 アメリカで若い人たちが例えばスタートアップとか自分のビジネスをやるっていう時には全く同じで大きい会社でそういうことがなかなかできないっていうところを、ね、聞いてるか学生諸君 <laughs> でっかい会社に行っても始めるにはファックス取りで終わるんだファックス送ったりコピー取りで。 という意味で僕も、ねはい、ベンチャー企業に住むんですよ、なぜかというと人手も足りないし、はいはい、入ったらもう即戦力として使うから仕事を覚えさせてくれますよね、84年ぐらいのホンダも私、じゃあホンダに行きますって言ったときには、うんうん、もうその時はちょっとホンダも大きすぎかなって先生はおっしゃったけど、うんうん、あまあ,あの藤野ならいいんじゃないかっていう感じでおっしゃっていただきましたけど。うんうんうん、い先生ですね、うん ところが2年間エンジン設計をやろうと、はいはい、思ってたら突然昼休みに上司に呼ばれまして「来月から飛行機部門に移るから」って言われて、うん、で最初はあのこう飛行機のまあ研究とか調査なんじゃないかと思って <laughs> そういう研究とか調査だったらあんまり興味ないですって言ったんですけど会社ですから <laughs> 転勤の、うん。う,ん、ういせず <laughs> はそです 航空研究室みたいな名前かなんかだったんですかいややってることが秘密だったんでもう本当に「大南研究室」っていうだけだったですねそれはそうですよね本田が飛行機の研究してるぞって言ったらちょっとねもう社内でも知られてないし知いじゃあ7号研究室とかそういう名前でそこに移動させられて研究する中ですぐに アメリカ行きですかそうですねあの3月に内耳出て、うん、4月にあの航空機の質化に入って、うん、で3か月ぐらいしてもうすぐアメリカに行けって、うん、いうことになりましてあのその時言われたのは世界で最先端の,その制御飛行制御技術を学んで帰ってこいって言われてアメリカのミシシッピーステートに行ったんですけど行ったらもう全くそういうところじゃなくて。<laughs> あの毎日手作りで飛行機を作るともう飛行機を手作りするような仕事だったんです。うん、で例えばあの型を飛行機の主翼を作る尾翼を作るこう型とかあるんですけどその型を削って翼の形にするとかるあるいはもう自分で接着するとかもそういう仕事で、うん、まあ,あの今になったらあのアメリカでも飛行機設計してる。 人たちでそういうい経験自分の手で作ったっていう経験を持った人いないからいい、ね、すごい貴重なんですけど、うん、まあ当時はもうそういうの分からないですから <laughs> もう飛行機手作りで作って本当に世界で通用するような、うん、う技術身につけられるんだろうかっていうのはすごく、うん、ですから昼間は会社でそういう作る飛行機を手作りと、うん、で夜はまあ言われたんで。 最先端の飛行制御技術を自分で勉強するっていう生活をしてましたそれは初めは大変だったでしょうが、ええ、実は後でやる段になったら不役に立ったでしょうね。そうね、やっぱり自分の手でやるっていうのは決して無駄じゃなくて、うん、無駄じゃなかった。ですからこうホンダっていうのを OJT って言って、こう、うん、その初めから分かれてるわけじゃなくて、ちゃんと物を作るところから学ぶっていうのは。 やっぱりり脈々と語り継がれてて僕前聞いた時になんかこうものを持つともうグラムとか大体分かるんで、はい、すか、はい、ですからあのよくあの今でも、うん、まあ今でもっていうか私がこう働いてる時にはものがある時にこれちょっとあまずいんじゃない重いんじゃないかとかあるいは「いやこう設計これダメだからやり直せ」って言うと「うん、いやもう1か月かかります」とかって言うんですけど、うん、私自分で。 作ってるんでそんなの二日でできることじゃないって言えるんですね。<laughs> <の>それは結構今思うとこの二年間はためになったとで,、ね、でもそういうのがラチェットの開発の何であると。で実際にこの飛行機を作っていくことになるんですが、はいはい、これやりたいなと思ったのは実はこのそうですね NBA っていうんですか。すねはい、これ何何なんなんの ええあのー、最初アメリカに行った時にはそういう毎日手作りでその自分の将来っていうか本当にこういうの意味があるんだろうかっていうのを悩んでたんですけれどもあのこのこれロサンアナハイムあのカリフォルニアのアナハイムで最初に NBA って言いましてそのナショナルビジネスエアクラフトアソシエーションの展示会があったんです。これビジジネスででェットだけの展示会そうですねでもう 私航空学科出てたんですけど、うん、まあ飛行機触ったこともないしビジネスヘットに乗ったこともないんですけどこのイベントに行った時にはもう会場に入った途端にもうピカピカのゴージャスなビジネスヘットが100機とか200機あって、うん、で中に乗るとものすごいゴージャスなその内装で,内装、うん、でしかもあの富裕層の方、うん、超富裕層の方たちで、うん、その私がこうビジネスヘットを見るためにこう並んでたら、うん 前のご夫人がこの,この方わざわざアジアから来て見てるんだから、うん、お先にどうぞっていうような感じでものすごいそのなんていうか<ー>でそういうのにものすごいこう感動して、うん、でその時に、まあ、将来できるなんか思ってなかったんですけど、うん、あこういうビジネスセェットを自分で設計してこういうところで展示できたら、うん なんて素晴らしいんだろうかなっていうふうに思ったのを覚えてますただもちろんその時はそんなことできると思ってなかったですそうですねはいこれでも両側に囲まれたからやりたいなと思ったんじゃないですかそうねこれウィリアムズっていうエンジンのメーカーのマスコットガールみたいなブースでこういうショーを歩いてまああのすごいいい経験だったんですけどただ ここのの時にあのこのエンジンンジ会社もベンチャーだったんですそれでまだ小さい会社だったんですけど、うん、その時に私偶然そこのウィリアムズさんっていう、うん、あの創設者の人に会ってちょっと話したんですけど、うん、まあすっごいやっぱり野心的な人で、うん、であの将来そのこの会社はもうすごくなるなって言ったら、うん、やっぱり今小型機の。 ビジ,ネスジェット小型ビジネスジェットのそのエンジンとしてはもう86年だったんですけどなるほど、はい、じゃあ,じゃあそれまではあのなんでこんなの意味あるのかって言ったんだけど、はい、これならやってみたいなと、はい、思ったそう、ね、もうあのホンダに入った時にはスポーツカー、うん、ピカピカのゴージャスなスポーツカーやりたいと思ってたんですけど <laughs> あこれな<ら>飛行機のビジネスジェットだったらもう カのスポーツカーツだなと思いました、ね、なるほどね、はいはい、ところがなかなかやっぱり飛行機やって自分たちでもなんかこの、はい、そうですねあの、うん、えっとまあ航空機の研究だったんですけれども、うんまあ、ホンダはあの幸いマネジメントが飛行機を作って飛ばせということだったんで,うん、うん、で今のホンダジェットを作る前に何機か プロペラ機とかビジネスあのファンジェットとかを作って今のホンダジェットを作るための経験とかノウハウは確立してました、ねうんうん、なるほど、はい、ところが、はい、いきなりホンダが飛行機に出るっていうのは社、はいはい、内でもなかなか通りにくかったような気もしますし、はい、そうですね、はい、これどんな感じだったんですかこれ撤退かなっていうような感じになったんですか 最初の10年間は本当の研究で、うんえー、ものすごいみんな一生懸命やって、うん、もう私ももうすごい一生懸命やって本当に徹夜のようなイメーで、うん、もただやっぱりあのその時はこう本当の意味で飛行機の商品とか、うん、あるいはリーダーのリーダーシップとか、うん、まあそういうところでやっぱりお客さん本当に欲しいっていうような飛行機はできなかったんです。うん、それで ホンダのマネジメントもやっぱりもう飛行機は無理かなっていうのでアメリカにその時ミシシッピに基地を作ってたんですけれどもまあ航空機研究はもうやっぱり無理かなっていうことでミシシッピの基地も閉鎖してみんな帰ってこいっていうことになりましたその時にみんなに聞いたらばまあしょうがないかっていうような感じです、はいはいね、の 私がちょうどその時、まあ、マネージャーって言って課長クラスになって、うんまあ、会社の方としてはもう航空機、まあ、ちょっとっていうような感じだったんで、うん、私ももうどうしようかなとやっぱり閉じ,らと閉じてプロジェクトを、まあ、終わらなきゃいけないかなっていう気持ちも半分あったんですけど、うん、あのみんなに聞いたんです。うん、で「あなたはどういうふうに思いますか?」って質科に聞いたらあの多くの人がもし 会社が辞める、やはり飛行機プロジェクトを辞めるとか、飛行機のプロジェクトを辞めるんだったら、自分はやっぱり四輪に行きたいと。で、ある人に聞いたら、飛行機プロジェクトを辞めるんだったら、自分は汎用機に行きたいとか、その、比較的みんな同じような答えで、その時思ったのは、うん、会社が辞めるんだったらっていう前提でみんな話してるんですね。うん でその時すごく思ったのはやっぱり他の人に我々の仕事とか人生決められていいのだろうかと思ったんですなるほどやっぱり誰が、うん、あるいは会社がやらないんだったらっていう前提ではなくて、うん、我々自分たちの人生だから、うん、自分たちがやりたいことを会社に認めてもらうっていう ちょっと考え方変えないといけない。変えないといけないと思いましたね。いいそれもある意味では、自分の運命を、自分で決めなければ、誰かが決められちゃうって、これジャック・ウェルチが言ってたんですけど、そんな心境でこれでいいのかと思ったわけです,、ね、ですね。やっぱりもう自分の人生は自分でコントロールしなければいけないっていうふうに思いましたなるほど。それでその時に、こう、いろいろ考えてるうちに、はい。やっぱり、プロダクトが、はい。ものすごく、 新鮮じゃゃななきゃ、はい、あの自分の主張も連れ抜けないっていととうことをずっとおやっていた、はい、やっぱりあの我々がもし飛行機やるんだったら、うん、それなりにそのインパクト、うん、そしてやるっていう本田がやるっていう価値、うん、そういうのがもう説明することなくお客さんが食いつくというか、うん、お客さんが理解できるようなのじゃなきゃいけないと思ったんです。うんうん 何で,でそう思ったかと言いますと、うん、あの若い時にあの私スミソニアンに行ってああワシントン DC にある大博物館でアメリカンヒストリーミュージアムに行った時に、うん、こう車のこう歴史を展示してるセクションがありましてー T 型モデルとかに走ってずっとでずっと見ていったら、うん、その赤の「シビック」が湧いています<ー>日本車でホンダの車だけで。 そのアメリカのオートカルチャーを変えた一台だって書いてるんです。<ー>で、それぐらい、まあ日本ではもしかしたらあんまりそういうふうに知られてないかもしれないですけど、アメリカ人から見たら全く価値観の違う、コンパクトだけど結構走るとか、うん、コンパクトだけど結構居住性もいい、うん、もちろん燃費も圧倒的にいいという、うん、そう、アメ車の中に赤のシビックっていう、もうこれは説明、 言葉以上いいらないわけですねですから飛行機でそれができれば説明はいらないと思ったんです、うん、そして飛行機でそれができればもう飛行機業界いわゆるビジネスセットのお客さんたちっていうのはもう結構くいついて飛びついてくるんじゃないかと。で、うん、ずっと考えていて、はい、それであのやっぱり小型でそういう今のビジネスセットと一線を画すそういう期待を。 できないかなってずっと考えてて、まあ半年とか10ヶ月ぐらい考えてた時に、まあ夜寝た時に、ふとこれだったらいけるかもしれないって書いたのがこのスケッチですね。これ、はい、紙がなかったんで、ええ、カレンダーを破いて裏に書いた。それがそのままですか、これ。そうです。あの、まあ夜でもう電気を消した後で、うん あのそう思いついたから忘れないうちに書いとこうと思って電気つけたらまあ紙もなくてボールペンだけがあったんでカレンダーを破って裏に書いたのがこれですこれすごいですよねやっぱり主翼の上にエンジンが乗っているて、はい、さてこの開発についてはですね次の時にまあしっかりと聞いていきたいと思いますちょっと皆さんワクワクしてきません、はい え今日は藤野さんパート1に来ていただきました、はい、ありがとうございました